にちは、さやさこころです。今日はなんとゴルフ5プレステージ披露店にやってきました。はい、ここまだねオープンしてね1ヶ月ぐらいかな、なんでまだ新しい店舗でございます。もう一等地ですね。今までここアパレルばっかあったんですけど、なんとギアのショップがオープンしましたということで取材にやってまいりました。早速中に行きましょう。お店を案内していただく木村さんです。木村です、よろしくお願いします。このゴルフ5プレステージ披露店の特徴というのはどういったところですか？普通のゴルフショップとは違って、基本的にシダクラブメインでフィッティングをメインとして、フィッティング推しです。じゃあもう早速ね話までのもう見ていきましょう。はい、いきなり最新のクラブが置いてありますよ。一番目立つところに、発売はもうちょい先ですよね。はい、発売前にまさかシダができるってことですか？そうです。やばい、売っていただいてもう予約っていう形で。ちなみに私もまだ取材に行きましたが、はい、打ったことはありません。あ、本当ですか？飛びますよ。じゃあこの話は後で聞きましょう。もうこのまず量をね、皆さんに見ていただきたいと思うんで、ずらっと全部シダクラブです。そうです、シダクラブがここと、ここと、ここと、ここも、ここと、こっちも全部シダクラブで、さらになんですよね。はい、さらにです。シャフトがめちゃくちゃあるの。はい、今度上行きますね。これシャフト、シャフト、はい、こっちもシャフト、こっちも、こっちもありますね。シャフトないものないんじゃないですか？ないものは基本的にないようにしてます。なんかないものはないっていうのもあれですけど、現行のシダの、出てるシャフトさんのフルスペックは揃えてますね。これちなみに、はい、こうどういう感じでこう組んでたりするんですか？ですね、それぞれヘッドバラバラにでございまして、で専用のスリーブがついてるシャフトと組み合わせって感じです。ヘッドだけがじゃあまずここに 何個も置いてあるんですね。そうです、アイアンもそういう形でフィッティング用に。そうなの、それもまたすごいですよね。はい、ドライバーだけじゃなくてアイアンもこうヘッドだけがこうたくさんあって、まあこれ水野さんなんですけど、ピンさんのね、はい、すごいです。あ、レディースもちゃんとございます。でさらにフィッティングもう一つ、そうです、奥の方ですね。こちらはパターコーナーでございます。はい、パターフィッティングもやられてる。やってます。パターで、それが、はいはい、その奥ですね。あ、これは奥。はい、これ奥でパターフィッティング。はい、これも結構来られる方多いんじゃないですか？多いですね。やっぱり今までパターってこう感覚で、実際転がしてぐらいでしかあんまりやってこなかったのが、機械を使ってちゃんと自分の数値を分かるので。うん、私もなんかパターは1回しかフィッティングやったことないんですけど、結構そこから変えてないので、ちょっと久々にどうなってるかなとか、あとでね見てもらいたいなと思います。はい、すごい充実。この間聞いたらね400本ぐらいあるって言いました。そうですね、パターは、在庫はこれはもう商品なんで、はい。で、エポン、エポン超推しているという、びっくり。なかなか量販店では使えないエポンさんなんですけど、はいはい、今出てる現行の155i で、これが後半末の155i1r っていう、この辺も全部取り揃えたんで、これは結構最新のモデルで、はい、揃ってる。そうです。エポンって、はい、他のクラブとどういったところが違うんですか？やっぱもうものづくりにこだわって作ってるので、このデザインフォルムであったりとか、はい、本当に製法もそうなんですけど、155i っていうのはここカーボンにしてて、でこっちは全部フルチタンなんですけども、こういうちょっとした差っていうのがありますね。フルチタン、はい、でこっちはカーボンをこっちと、でこっちの方がスピンが減りやすくなります。でこっちはカチャカチャモデルない。そうなんです、これは接着型なんですけど、打感とかもすごい食いつく打感で、クロート好みっていう感じの打感、アイアンもそういう傾向です。細かいところまで削り一つを手抜いてない感じですね。
はい、私あんまり本当ギアがよくわからないタイプで、はいはい、いいと言われたものを使っているタイプなんで、はい、もうちょっとこういろいろ詳しくなりたいなっていうのがあって、はい、今回はね、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今年もう2019年になりましたが、はい、まあ、ドライバー、はい、結構いろんなメーカーさんが発売されたじゃないですか、はい、エディック・ダッシュ、はい、でテーラーメイド M5、はい、M6、はい、でタイトリストさんが TS っていうシリーズですね、はい、本当各メーカーすごいドライバーを出してきたと思うんですけど、はい、それぞれのクラブのこう特徴といいますか、もう今までとここがこんなに変わったよみたいなのって何かありますか。はい、ですね、まず全体的に言えることが、はい、もう初速を上げるっていう方向にどのメーカーさんも行ってるんですね。初速です。ボール初速に注目して、はい、まあ、クラブ作ってるんですけど、まあ、それをエピックさんの場合ですと前からあるこの中にバー2本入ってます、でフェースをたわませますっていうやつがあったんですね、はい、でフラッシュの場合はフェースを今回大きく変えました、はい、でこれを人工知能の AI で作ってる。 AI、はい、出ましたね。そうです、もう最近のっていう感じします、はい、でそれでもう一番効率のいい反発をしてくれるっていうのをこう導き出してそれを搭載してるんですよ。なので初速の出方は前のエピックのようはズバ抜けていい。ちなみにもう打たれたんですか。打ちました。どうですか。すごいスピンも減りますし捕まりますね。捕まる、はい、前のエピックってやっぱりちょっと捕まんないとか、うんうんうん、あとは球がドロップしすぎちゃうとか。ドロップしました。しましたね。ストンと落ちちゃう、えみたいな。今すごいいい当たりだったのに、はい、なんか先々ってみるとなんか、はい、ああみたいな。そうなんです。なんか私も 1,2 回出て、はい、気のせいかなと思ってたんですけど、はい、それがなくなる。それがなくなるです。打ち出しが高く出る。でもちろんスピンは減るんですけどドロップまではしない。ヘッドの返りっていうんですかね、それが結構本当に分かりやすくグッと捕まってくれるような返ってくれるような感じがするので、スライサーなんかの方にもすごいおすすめですね。スライサーはね、ゴルファーの一番の悩みですからね。そうです。なるほど。がエピックフラッシュの特徴。そうです。で M5、M6 は実はね明日からなんですね。明日からなんですよ。明日から店舗にね置かれるというのを見たかったんですが、はいはい、でもあちらは、まあ、フェース面をもうルールを超えて作って。ルールを超えちゃったんですか。超えるんです。どういう交差するんですか。いいんですか。いいんです。いいんですか、はい、で後で中にジェル剤、はい、レジンっていう素材なんですけどそれを入れてルール下位に戻すっていうやり方なんですよ。一回こう反発ケースを超えさせてるんで、はい、元々のフェース面は飛ぶってことですよね。あ、それを一個一個調整してるんで。一個一個、一個一個、それってすごいですね。すごい手間をかけてるんですけど、戻すのもギリギリのところに戻すのでフェース自体は飛びますよね。なるほど。でも今回もこのツイストフェースは継続です。で曲がり幅も少なくなってさらに飛ぶっていう。飛ぶ、はい、タイトリストさんはどういった。タイトリストさんは今あるんですか。ありますよ。あります、はい、TS3 っていうのと TS2、はい、でこっちの方が優しい、ちょっとヘッドも大きくて優しいっていうやつで、こっちで叩けるヘッドなんですけど、どちらとも言えるのが初速が本当に上がってます。初速が、はい、で今までの917とか915とかあったシリーズからの後継っぽい感じなんですけど、そういう数字をなくしたので全く新しいタイトリストですよっていうタイトリストスピードっていうのがあるんですけど、で若干優しくなってます。あ、まあ、難しいイメージがどうしても ね、 そうですね、タイトリストはあったんで、はい、まあ、優しめの。優しめです。結構アベレージヒッターの方でも使えるおクラブになってる。そうです。皆さんはどのね、はい、ドライバーを選ぶのか、はい、どのドライバーで飛ばすのか、はい、ぜひあのお店にも見に来てみてください。テーラーメイドも入りますって。これが上がってる頃にはもう全て揃ってます。ではさらにね、はい、こっちは小物ですね、はい、小物のティーとか。そうです、はい、結構商品も豊富です。マーカーもいっぱい置いてありますね、はい、これどういう基準で厳選されたんですか。デザイン性と、はい、あとは機能性と、はい、やっぱりこの辺のティーっていうのはすごく売れる商品ですので、まあ、上級者の方が好むようなやつかな、初心者の方でも使いやすいやつで、女性の方でも使いやすい。こういうのもそうです。こういうの楽なやつですね。楽ですね。初心者の方も使いやすいやつ。厳選されてるけどたくさん置いてあります、はい、でここね、レーザータイプの、レーザータイプです、まあ、ブッシュネルで紹介したガーミン、
ニコンで、この辺はこの辺はナビです。ナビ GPS ナビです。こういうコースレイアウトがしっかり出てくれるやつから、うん、こういう簡単な簡易系のやつまで。お店の売れ筋はちなみに、売れ筋はレーザーですね。レーザーですか。はい、ブッシュネルとかですね、ガーミンさんっていうの今すごい出てます、ね、出てますか。使えるようになりましたしね。そうです、ルールが変わってね、試合で、はい、高低差なければ使えるんで、多分それでまた売れてるんじゃないかなと。でさらにこっちは今腕時計型のね、はい、ガーミンの GPS ウォッチ。まあ、結構いろんなメーカーさんあるんですね。もうそうですね、ショットナビさんがあったり、はい、イーグルビジョンさん、ユピテ、ショットナビ、ショットナビ、ユピテ。普通に時計される感覚で使っていただける商品になる、時計にもなりますし。そうですよね、はい、普段使いされてる方も多いですね。お、靴も結構この辺はどういった感じでセレクトされてるんですか。エコーさんはもう履き心地とかですね、うん、あとはデザインのスポーティーさとかっていうところも支持されて売れてる商品になりますね。うん、でこっちの方に行ってもらうと、こちらもクラシックなデザイン系な感じです、ね、もうなんかすごいしっかりしてるし、靴底も昔ながら、昔ながらって感じですよね。なんかこうクラシカルの女性の靴もありますね。そうです。でこっちはもうスポーツタイプといいますか、はい、こっちはマイジョブ、こっちはフットジョブ。フットジョブです、はい、安定の人気なので、ね、私もです。私もずっといいコンゴと、最近はもうこればっか履いてますでこっちはもう最近、はい、流行ってるニューバランス。そうです、ニューバランスがずらっと。でこっちがアディダスですね。はい、アディダス。こっちがナイキ。ナイキスポーツ、スポーツ系はこっちにちょっとまとめて、ぜひ皆さんお店に足を運んでみてください。じゃあ早速ね、はい、フィッティング、はい、今日はもうフィッティングを、私あんまりこういうお店でやったことがないので、はい、結構やったことあるのは、はい、キャロウェイの専門的なところとか、はい、ヤマハさんの専門的な、まあ、会社でやるようなフィッティングが多いので、はい、こういうお店でのフィッティングはあんまり経験がないので、はい、ぜひ今日たくさんいろんなクラブがあるということで、はい、私って一体何が合うんだろうっていうのをやってもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。